はい、どうも皆さんこんにちは。うぷ主でございます。チャンネルの中の人でございます。お久しぶりでございます。実に1ヶ月ぶりの動画となってしまいました。ということで今回もね、ちょっと最近ハマっている鉄道模型ネタでございます。サムネと、タイトルでね、皆さんわかるかと思いますけど、今回はトミックスのデイトー感知型高崎車線のものにね、GM のナックルを取り付けるというね、話題でやっていこうと思います。早速、デイトーさん、頭映ってると思いますけど、16545機、頭映ってますね。で、この部分ですね、今。ここが今、GM のナックルに変えてあります。はい。GM ナックルの長いものになっております。で、反対側のエンドはですね、はい、このように、ちょっと見づらいですけど、トミックス純正のね、デイトー用の蜜字蓮の TN カプラーのままになっております。なので今日はね、これを今ここにね並んでます。こっちが純正、こっちが GM のナックル、なのでこっちのね GM ナックルに変えていきたいというふうに思います。はい、ということでやっていこうと思います。はい、ということでちょっと画角変えまして、まずはですね、あれですね、なんて言うんでしょうか、カプラを外さなきゃいけないですね。なのでスノープラウ、ちょっと作業しやすいように台車も外してスノープラウも外そうと思います。台車は普通にこうやって映ってないかな、取れねえし、あ、取れました。はい、こんな風にねプチックイッとやるだけで簡単に外すことができます。まあ別に台車外さなくても交換はできるので、まあそこはお好みでいいと思います。で、次に、この、今ここについているスノープラウ、カプラー押さえも兼ねているので、これも一緒に外します。よいしょ。ちょっと雑ですけど、引っ張ります、このまま。はい、外れました。こんな感じでね、外れちゃいました。この2つのね、部品が、ね、出てくるわけでございます。はい、で問題はですね、この小さい部品を、このお方ですね、このお方を分解しなきゃないんですね。まずは、はい、方法その1です。はい、まずこれを分解します。これ上下にパコッと外れます。でちょっと外してみましょうか。ちょっとまた画角からさよならしますけど、はい、こんな感じでですね、こっちがカプラーの下の部分ですね、スカートにじゃねえや、スノープラウに刺さってた方で、こっちが上のスプリングにはまってた方です。でこれが取り外された純正のカプラーになります。はい、で純正のカプラーさんはここでさよならしてもらいます。で GM さんをここで登場しますと。はい、これですね、これ GM で、この GM のカプラーをこれですね、これとこれを組み戻すときにこの GM さんを中に入れてやります。これ映せるかな、映せないと思うんですけど、あ、向きあるんでね注意してくださいね。まあイメージ的にはよいしょ、こうですかね、こんな感じで戻していきますね。小さくて、こんなに小さいのでちょっとやりづらいですけど、でそうしましたらこの上のパーツを戻します。はい、こんな感じで上のパーツをギュッとします。そうすると、はい、どうでしょう、こんな感じで本来のカプラーポケットに GM ナックルが刺さるという状態になりました。ちょっと見づらかったんで申し訳ないとは思いますけど、一応こんな感じで加工をすることができます。まあミソになるのは、まあ向きを間違えないということだけだと思います。あとは部品をなくさないようにね、ということで、あと GM ナックル後ろにカプラースプリング止めるためにポッチ出てますけど、それは切り落とすなり削り落とすなりしてください。というわけで、ね、つけますか。ちょっとまたドローンします。はい、つ
けてみました。台車つけるとこんな感じです。ちょっと首振る角度がね少し小さくなってしまうんですけど、なんかすげえ出っ張りが小さくなりましたね。もともとこれがこうぶっ刺さってたわけなんで、出っ張り半分くらいになりましたと。はい、出来上がりました。ということで今回はですね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、この純正の TN から GM のナックルカプラー、デイトーのねカプラーを交換しましたというお話でした。まあなんかの参考になったらいいなと思います。実写にすごい見た目が近くなるのでいい加工かなと思います。無加工ポン付けになりますので、まあ、気になる方はゴム系接着剤で留めるなりすれば長持ちするかなと思います。はい、ありがとうございました。じゃあねー。